そうそう。お、はい、RTA in Japan Winter 2023をご覧のヒューマンの皆様、おはようございます。今回奏者を務めます M's Games 79と申します。よろしくお願いします。今回は解説に本作初の日本人 RTA 奏者であるシャイココさんをお呼びしています。はい、今回解説を務めますシャイココです。よろしくお願いします。先ほどのクロックタワーゴーストヘッドとは打って変わって緊迫感ゼロのゲームでございます。本作との共通点といえば、クロックタワーゴーストヘッドの開発元がヒューマン株式会社っていうらしいですが、本作の主人公ボブはふにゃふにゃで独特の操作感を持っています。しかし本作の RTA ではそんなボブを縦横無尽に狩り、まるでパルクールのような爽快感のあるプレイングを楽しむことができます。ふにゃふにゃ謎解きゲーならぬバキバキフィジカルゲーと化した本作の RTA、 ぜひお楽しみください。画面左のニューゲームを押したらタイマースタートです。大丈夫かな、準備。はい、3カウントで開始します。3、2、1、グッドラック。最初はミュージアムというステージです。本作ではキーマウス操作の場合、バズドキーの WAWD といったような2方向の斜め入力を行うと、その入力が重複されて移動速度がルート2倍になります。バニーホップと組み合わせると単一入力より約4倍速く移動できます。ミュージアムステージクリアですね。ナレーションがなんか人間は決して飛ぶことはできないみたいなことを言ってましたが、この後何回か空を飛びます。2ステージ目のトレインに進んでいます。ここは階段の手前から助走をつけて、右奥の方にあるゴール判定に触れてステージをクリアしていきます。ここですね。うん、上手、トレインクリアです。続いてはお運びです。先ほどの2ステージでもそうでしたが、各ステージロードが終了するタイミングで死んだふりをすると、起き上がるまでの待ち時間を最大で2秒短縮できます。 2% では全13ステージあるので合計で26秒短縮ですね。お運びクリアです。さあ次のステージマウンテンで早速大技ピンチグリッジがございます。ボブが空を飛びます。細かい仕組みはとりあえず置いておいてご覧いただきましょう。成功したらぜひ拍手の方をお願いします。さあどうかな。あーちょっともう一回やりましょう。落ち着いて落ち着いて、まだまだまだやりますからよ。いいですね、スムーズ、うまくいきました。このグリッジの仕組みは、ボブの歩行を司る球体のパーツとボブの上半身をチュートリアルムービーで隔てて、大丈夫か、元に戻ろうとするバネのような力で空を飛ぶというものです。落ちた落ちた、あ、大丈夫ですね。さあ続いては工事現場です。工事現場は特に目立ったグリッジなどはないですが、それゆえに地のプレイスキルが見えてきます。パルクールのような爽快でスピード感のあるアクションに注目してください。この先の青いパイプは一癖あって、完全に体を持ち上げ切ってからジャンプしないと滑って登れません。いいですね、スムーズにまとまっています。ここは最後左奥にあるゴール判定を触って進みます。はい、キャッスルに入りました。最初は石で鍵を殴って破壊します。とんでもないことしているように見えますが、これがここの謎解きの答えです。この後助走をつけて崖を伝い、ゴールのある洞窟に入ります。少しでもカメラの動かし方にズレがあると落ちてしまいますが、どうでしょうか。危ない、あっと、あ、危ない、いいね、成功していますね。ここはゴーラナの真上に乗ったままだと跳ねてしまうので、穴が開くタイミングに合わせてジャンプをします。あ、ちょっと跳ねちゃった、あ危ない危ない。キャッスルクリアですね。ウォーターに入りました。さあこのウォーターに本作の RTA 屈指のリセットポイント、フットCというセットアップがあります。この先ゴール判定が地面のすぐ下まで伸びている場所があるので、そこでジャンプして地面越しにゴール判定を触ります。ここはジャンプの位置の正確さが鍵ですが、運の要素も絡んできます。よろしければぜひお祈りを。ゴール判定に触れた後に落下したり溺れたりするとステージをクリアできるという使用上、この後溺れに行きます。さあどうでしょうか。右上にロード中の文字が出てくればウォーターはクリアになりますが、さあどうかな。あーダメか、こうなってしまった場合はもう一回地段打をしてこう下の踏み直すということになりますね。もう一度お祈りをお願いします。集約させてください。
さあもう一回落ち着いて、いますよ落ち着いて、さあ行きましょう。どうかな、はい、行けました、ロード入りました、ありがとうございます。続いては発電所です。ここで先ほどのウォーター、今いる発電所、次のアステカなどで使用する高速移動グリッチについての解説をします。このゲーム、謎解きの都合上、物を掴んでいる状態だと体を揺らしやすいように移動速度が速くなるという仕様があるのですが、下の手を壁につけたままジャンプし、上の手を壁にかすめる動作をして無を取得ならぬ無を保持みたいな状態を作り出して移動速度の使用を引き出しています。さあその高速移動グリッチのままファンから空に飛んでゴール穴に入ります。発電所クリアです。めっちゃいい。続いてはアステカです。このステージでは高速移動グリッチをつけた移動速度の速い状態の中で細かい操作を求められるテクニカルなステージです。あっと大丈夫、一回やり直しますね。手を伸ばしたり伸ばさなかったりすることでジャンプ中の高速移動グリッチの挙動を微調整しています。高速移動グリッチのままバニーホップで移動すると時速100キロぐらいで走れるようになるので、なるべくジャンプを途絶えさせるわけにはいきません。いいですね、足が合ってます。はい、さあここはジャンプじゃギリギリ届かないので筋力で解決します。このシーソーは一度踏むとぐるぐる回転するので一度のジャンプで奥に進みます。さあアステカの最後はこの壁を持ち上げて進んでいきます。筋力で解決します。奥にある穴に入って脳筋、もう脳筋大事。さあこれでアステカクリアですね。さあ続いては本作の RTA プレイヤーが最も意味嫌うステージダークです。なんといっても上昇プロップフライというグリッチが難しすぎる。さあまたしてもお願いします。お祈り、ちょっと操作ミスった。もう一回落ち着いて。あれ床掴んじゃう。そう床掴んじゃうんですよね、このね斧のねこの柄の部分が細くてもう床を掴んじゃう。落ち着いていきましょう。シビアなんですよこれ、足を合わせてジャンプして掴まないといけない。さあどうかな、いいですね、上昇プロップフライ成功です。この上昇プロップフライ、斧に手を勢いよくめり込ませると斧が震えて、その斧を踏んづければ空を飛べるようになるというグリッチなんですが、セットアップのシビアさといった技術的な要素もありつつ、ボブの手がきちんと斧にめり込むかというとても大きな運要素も絡んできます。上昇プロップフライでステージの下まで来れたら、本来上から入るはずの長いゴール穴に下から入ります。ゴール穴まではこういう風にですね進んでいって、え、このまま行く、もしかして行けますね、これ上昇プロップフライのまま。これちょっとねあの想定と違うんだけどね、本当はね左側の壁で壁登りという、まあ、あの筋力で解決をやるんですけど、このまま行けそうですか、もしかして。これ行けたらすごいよ、相当すごいよ。お、ゴール判定が見えてきたよ、壁登りより早い、ゴール判定が見えてきた。ですからさあどう、いいね、これでダーククリアです。いいね、これはねめちゃくちゃいい上振れですね。これは続いてはスチームです。ここは序盤のリズム感のある3連ステップが爽快なステージです。よいしょ、いいね。さあここも筋、ここも筋力で解決していきます。はい、このスチームでもプロップフライを使うんですが、ここのプロップフライはただ物を踏んづけて飛ぶ簡易的なものなので難易度はそこまで高くありません。皆さんも真似しやすいと思いますよ。うん、スチームの最後は崖の外にちょっとだけ飛び出しているゴール判定に触れていきます。ここから落ちればゴールできます。いいですね。おお、言ってますね。さあアイスです。アイスは初っ端川の向こう岸に飛ぶと一気にステージの終盤に向かうことができます。うまく足が合うかどうかが鍵です。いいですね。この先の段差を壁登りしてリフトと足場に飛び移るところで体が硬直すると落ちてしまうので、ここは慎重に飛びます。さあともう一回慎重に、いいですね。さあここまで来ればあとはラストスパートといったところ、倒れてきた石像の背中をアスレチックして奥に進んでいきます。あ、惜しい、惜しいね。ここは油断して滑って落ちることが多々あるので気をつけながら進んでいきます。あ、危ないよ。そこに落ち着いて、はい、いいですね。ここは本当滑るんですよ。アイスっていうもう名前の通りね、もうつるつる滑る。さあこの穴に入ってアイスはクリアですね。さあここが最後のステージリプライズです。最初のミュージアムに雪が降っています。おお、このステージをクリアしたらタイマーストップです。
さあここ最後この2つのボタン押しております。はい、タイマーストップです。ちょっと場所がわからないMZ ゲームズ7Q さん、お疲れ様でした。乾燥した感想をお伺いしたいと思います。どうぞ乾燥した感想を。乾燥した感想を聞きましょう。はい、今回本当にねダークが味方してくれましたね。そうね、ダーク良かった。いやウォーターでさちょっと危なかったんですけど、うんうん、本当にダークがね本当に一発で、いいね、しかも一発、まあ一発で練習だとあんまうまくいかなかったんで、上昇で最後までいくっていう、あれは類を見ない動きをしてましたからね、うん、というわけで、でもその点でめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということでここでご覧の皆様に一つ、ボブがずっと着てたこの服見覚えがありませんか。エムズ君ちょっとフリーロームカメラで見せてもらってもいいですかね。これですよね、この服。はい、見てみましょうよ。あら、あら、あれれ、あららあら、これは R ちゃんビッグシルエットトレーナーじゃないですか。無敵時間さんのオフィシャルショップで販売中のやつ。ちょっとブレちゃうブレちゃうはい、こちらのトレーナーをはじめ RTA in Japan Winter 2023のチャリティー商品はご購入が国境なき医師団への寄付につながります。無敵時間さんのオフィシャルショップぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回披露させていただいたヒューマンフォールフラット謎解きゲームなので、これ8分42秒、違う、間違えた、8分かけるゲームじゃなくて8時間かけてクリアするゲームなんですね。うん、謎解きも凝ってて面白いですし、今年の6月にはなんとヒューマンフォールフラット2なる続編も発表されたので、ぜひヒューマンフォールフラットチェックしていただければなと思います。さて RTA in Japan Winter 2023も2日目に突入しています。続いてのゲームはスティルトフェラです。物理ベースの竹馬ゲーということで、こちらも面白いプレイングが見れそうですね。楽しみ。以上、ヒューマンフォールフラットエニーパーセントソロピンチをご覧いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ緊張した。ありがとうございました。